倉庫のそこそこラジオ。ネットの記事で車用の駐車場にバイクは駐車していいのかっていうのを見かけまして、なんていう話です。どうも、関西で喋り手などをしております倉庫と言います。そこそこラジオというわけで、今回はバイクの駐車のそこがです。私の相棒足はスーパーカブ110ホンダのカブにもう長年乗っているんですが、まあ本当にですね、都市部の特にですね、駐輪場がなくて困るんですけども、この車用の駐車場にバイク止めていいのかっていうことなんですけど、結論から言えば51cc 以上のバイクであれば法律上は自動車とみなされるため、四輪車用の駐車スペースに止めても問題ないと言えるということらしいんですが、知らなかったですね。なんかやっぱり、いや本当にね、コンビニ、道の駅とか止まった時にバイクはどこに止めたらいいんやろ。 50cc 以下の原付は駐輪場に止めていいっていう風に結構なってるんですけど、 51cc 以上はどうしたらいいんだろうって思うことがまあ本当よくありまして、でやっぱり普通の車の駐車スペースに止めるのは悪いなって、なんか忍びないなって、このバイク1台でこの車のスペースはって思うので、店の端っこの方、コンビニとかやったらね、壁沿いとかいいかなとか、なんとなくそんなところに止めるんですけども、これからは堂々と四輪用ではないということで駐車スペースに止めていいということですが、やっぱ止めにくいですかね。なんか周知してほしいですね。あとバイクを止める場合は縦に2台まで大丈夫とか、あるいは横向きやったらもうちょっと止める、横に4台はバイクの場合は利用できるとか、そんな風にしっかり法律、道路交通法を改正してもらって、みんなに周知してもらえたらな、なんてバイク乗りとしては思いますね。その止めるところが、駐輪場が 51cc 以上止めるところが本当ないのに、あの緑のおじさんたち駐禁はですね、めちゃめちゃ厳しく、ちょっと止めてるだけでもね、あの違反切符を切ろうとされますから、駐輪場さえあればね、本当止めるんで、バイクも四輪車用の駐車スペース正式に使ってよしというような御用達を出してほしい。あと路上のコインパーキング、正確にはパーキングメーターとかパーキングチケットっていうんですかね、僕車でも使ったことないので利用方法がよく分かってなかったんですけど、これもですね、バイク止めていいのかどうなのかと見てましたら、止めてもいいらしいんですけども、二輪車のパーキングメーターの使用について警視庁は可能だと言ったんですが、ただしという注釈がついていて、なんか正規に利用している場合でも第三者が枠外に移動されてしまう場合があったり、正規に利用している二輪車の横にもう一台二輪車が駐車するような可能性があったり、何らかの影響で感知が切れてしまう場合もあるから、二輪車のパーキングメーターの利用は推奨しませんっていう、確かにそのやっぱ四輪用と思ってる人が多いと思うんで、バイクが1台であの駐車スペースを占領してたら、車がうわ車止められへんやんけ、鬱陶しいなこのバイクって勝手に動かされて、料金払ってたのに駐禁切られるっていうようなことにもなりそうなので、利用はおすすめしないっていうのが警視庁の
見解みたいなんですけど、いやいやそこやっぱりこうしっかりとですね、バイクも路上パーキング、コインパーキング、コインパーキングチケット、パーキングメーター使ってよしというのを周知してほしい。ぜひですね、道路交通法でしっかり決めて、バイクの 50cc 未満の原付の止めれるとこ増えてきてるんですよ。自転車と原付 50cc 未満止めれるとこが割と見かけるんですけど、何度も言いますが 51cc 以上のバイクの駐輪場問題、こういうのはどうすればいいですか。なんかこうバイク好きの国会議員の人とかに陳情とかに行けば法改正に動いてくれるのか、どうなんですかね。それとももうバイク業界がね、ホンダ、ヤマハ、川崎、スズキとかが結託してそういう訴えかけてくれないんですかね。そうすることによってバイク利用者もこのコロナ禍でもね、密を避ける意味でも増えてますし、ますます駐輪場必要になってくると思うんで、どなたか偉い人に動いてほしいななんて思う次第ですが、バイク乗ってる皆さん、一応四輪車用の車用のスペースと思っていたところも 51cc 以上のバイク、あとパーキングメーター、パーキングチケットは原付でも止めていいみたいですけども、ただ動かされる可能性とか、そういうね、駐禁になってしまう恐れもあるので気をつけて、でも止めれるということでした。走行でした。さよなら、バイバイ。